2021年衆院選井戸正恵が5万8,978票酒井夏実は2023年江東区長選で3万4,292票今回も2021年衆院選同様日本共産党が出馬を取りやめた酒井は6万票で当選を目指す福岡県北九州市出身高校看護専攻科を卒業後西東京市の病院で 産婦人科の看護師2011年助産師免許2014年28歳で子宮頸がん体外受精と顕微受精による不妊治療を受け切迫流産相談の後2017年に長女を出産2018年復職2019年旧立憲民主党公認で江東区議初当選 2020年、今の立憲民主党に参加。2023年4月、区議2期目当選。2023年12月、江東区長選3万4292票獲得、2位落選。写真は左から、宇都宮賢治、日弁連元会長、串渕麻里、令和新選組共同代表、福島瑞穂、社民党党首、 酒井夏美田村智子日本共産党委員長蓮舫立憲民主党参議院議員吉田晴美立憲民主党衆議院議員写真は4月16日東洋町駅前多くの党が自分の選挙に専念する中根本良介の翼の党は フリンファーストのなんとかという候補の妨害に余念がない根本良介は2021年11月8日の葛飾区議選で2,415票を獲得したが115票差で惜敗した「中国で名を売ればいずれは都議か区議に当選する」「写真は黒川敦彦4月16日豊洲ビバフォーム」 吉川里奈は1987年5月25日生まれ36歳。看護師、三児の母、東京一区から中国に変更して出馬、大阪府出身。中国人経営のゼティスビューティークリニックとの業務委託契約は3月末で終えた。NTT 法、廃止を含む解約に反対。 だが、離党者続出の参政党に力はない訪末反日売国維新大阪市と堺市は介護保険料がバカ高い大阪市長は2014年に橋本徹が当選して以来吉村博文松井一郎横山秀之と維新が続いている 吉村博文は竹藤代理人から市長となり今は大阪府知事堺井市長は2017年から維新の長藤秀樹2期目 2> 奈良県の維新知事山下誠が五条市のメガソーラー大規模太陽光発電施設整備計画を強行する。 前知事新井翔吾の大規模広域防災拠点計画ではメガソーラーではなく滑走路建設のはずだった山下は2023年4月の知事選の時から「2,000m 級の滑走路ができる前に地震が来ると難癖をつけ始めた」「山下は今年1月五条市はヘリポートに加え25ヘクタールのメガソーラーを整備すると発表した」 ヘグリ町市原地区のメガソーラは、白西省寺福岡市博多区が2019年9月にヘグリ町と協定を締結し、市原地区の住民だけに説明を行い、県新井省吾が臨時開発の許可を出した。同社は2012年度の価格 1kW 時あたり40円で固定価格買取制度フ i ット認定を受けた。フ i ットの権利は 白星商事から、生駒へヘグリ発電株式会社、代表取締役、星野敦史、千代田区工事町を経て、2020年、共栄ソーラーステーション合同会社、代表社員、阿グにマサ港区虎ノ門に転売された。共栄ソーラーステーション合同会社、代表社員、阿グにマサ 港区虎ノ門が県荒井正吾から建設許可を受け2021年2月に工事を開始した。県荒井正吾は同年6月、同社から提出された申請書類で調整値の容量に誤りがあったとして工事の停止を指示した。同社は2022年9月容量を修正した申請書を提出し2023年2月、 県新井正吾が工事の再開を許可した住民は県山下に許可の取り消しを求めたが県山下が応じなかったため2023年8月23日27人が奈良地裁に提訴した原告側は調整地の容量が依然不十分水害や土砂災害が起きる恐れがあり 森林法に違反するると主張している県山下は2023年10月太陽光発電施設の規制条例を施行した5000平方メートル超の施設旧憩舎地など災害リスクのある場所への建設は知事の許可が必要とした住民の理解を得るように努めなければならないとも定めたグリ町の訴訟自体は始まったばかりだ おほえみの売国土、維新、金沢優衣は、1990年10月23日、神奈川県相模原市で生まれた、33歳。2013年、上智大学理工学部物質生命理工学科卒業。大学では脳神経を研究。理系の分野では、細胞、ミトコンドリアが好き、理系上。2013年4月より、江崎グリッコ、従業員。 ポッキーキャラクターコラボのマーケティングに従事2013年から2019年大阪で過ごし大阪維新の会に共感 YouTube 金沢優衣チャンネル登録1070人金沢優衣は2021年衆院選東京15区で44,882票を獲得その後江東区に密着 今回は4万5千票に迫る。大阪カジノ、大阪万博失敗、大阪公立高校70校定員割れ、金沢自身が静弱だから医師に騙された。被害者だ。その被害者が加害者となって静弱票獲得を狙う。いい山あかりが猛追している。 演説は連日大盛況。子供にも犬にも大人気話すたびに支持が拡大している富岡八幡宮でだるまの目も入ったあかりだの女高橋敏恵は秋田県仁鶴市から駆けつけた市観光協会事務局長経営支援相談員を経験 2022年4月にカほ市議初当選60歳写真は3月23日亀戸駅北口あかり座の女村田沙織は淡路島から駆けつけた1973年4月19日生まれ岡山県立倉敷中央高兵庫県立加古川看護専門学校卒業 県立淡路病院勤務県立淡路看護専門学校教員洲本樹病院勤務2021年7月18日淡路市議初当選50歳好きな食べ物リンゴ。写真は4月5日門前中町交差点赤荷座の女 群馬からは伊藤淳子が駆けつけた。1968年12月1日生まれ、オーストラリアメルボルン大学で政治学とイスラム史学を専攻、大学中に中国南京師範大学に留学、ビクトリア政府や大学の圧っで、ビクトリア衆議児童立法部の研修生、1998から2002年、上毛新聞高崎支社報道部リポーター、2003年から 伊手崎市議6期目まだ誰のものでもない独身、55歳写真は3月23日門前中町交差点梅原和彦は1954年3月29日生まれ仙台第一高東大法学部通産省2005年4月中国浙江省の投資ファンドの 仙台市大白区アスト長町仙台空中中華街計画が明らかになった。床面積56,800平方メートル、竜宮城を模した地上9階建ての建物。2007年開業予定。同年8月、梅原が仙台市長に就任。景観問題や中国リスクなどを理由に仙台空中中華街を阻止した。 結果、新中製材界を敵に回した。それでも梅原は、私立小学校全校校舎の大震化で実現、家庭ごみなどの回収の有料化実施、9町名復活運動などに尽力した。結局、新中製材会梅原包囲網に抗えず、2009年仙台市長は一期で終えた。 梅原和彦は仙台市長退任後元航空幕僚長田上俊夫の「頑張れ日本」全国行動委員会に参加2012から2016年度秋田県の公立国際教養大学東アジア調査研究センター教授2016年アジア塾仙台を立ち上げ北朝鮮による拉致被害者家族連絡会会長の 飯塚茂雄などを講師に招き勉強会を主催2018年より台湾の中心金融管理学院教授2023年9月13日日本保守党結成梅原は台湾から帰国し特別顧問に就任した70歳写真は3月20日雨の錦糸町 イいやマあかりは、1976年2月7日、東京都生まれ、筑波大学附属高校、上智大学文学部私学科、東大大学院、博士文学、2000年から2001年、モロッコ文部省派遣留学生、2011から15年、エジプト回路、2017から21年、タイバンコク、アラビア語通訳、2022から23年度、 冷卓大学客員教授日本人に多文化を共生する多文化共生に警鐘を鳴らすハマス・パレスチナ・イスラエルメディアが隠す事実「不走写真書2023年 YouTube あかりチャンネル登録20万8000人48歳